君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年返事はまだ来ない返事はまだ来ない一年目はがむしゃらだった毎日毎日欠かさず書いた執拗に切手を舐めた君に届け僕の心二年目もがむしゃらだった家が燃えても気づかぬほど服が下から燃えていき行けばエリしか残ってない三年目にはこなれてきたもはや文学の域に達した肉紙の日記で今回した毎ミクが関数とした四年目に冊子に投稿した社会問題にまで発展したポエム集の出版が決まった僕はサラリーマンをやめた君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年返事はまだ来ない返事はまだ来ない今プロポエマだ F1 そうに特に受けただけど僕は一途だから他の怖い時期が生えた大根に見える6年目に体を壊したすでにポエムは2000を超えた惚れたことがない惚れがない壊してない内臓がない7年目に感情を知った今日は君を何に例えようエクストリーム愛の賭けから服装内積空間かな8年目も僕は変わらない今日は君を何に例えよう負けした16枚目の戦勝優勝かなアンパカタグルタミン受容体かな君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年返事はまだ来ない返事はまだ来ない9年目僕は事故に遭ったひどく頭を打ったらしい自分の名前も忘れた僕だったが君が好きなことだけは覚えてた10年目も11年目も記憶は戻ってこなかったそれでも君が好きだったただただ返事が欲しかった12年目も13年目も記憶は戻ってこなかったまだまだ君が好きだったそれしか持っていなかった14年目にもまだ戻らない毎日が怖くて不安で君を一目見たかった君に一言言いたかった15年目に記憶が戻った全部思い出して泣き出した僕は思い出してしまった15年前君が死んだことをThank you.
君への愛を綴ったポエムを重ねていけばいつか届くかな。君のだった部屋に毎日放り込んだ。君がもう見えなくたって愛し続けてやるんだ。でもまた会えると思ったよ。君はまたいなくなった。君への愛を綴ったポエムを送り続けて16年。返事はまだ来ない、返事はまだ来ない。